セルフチャレンジの広場オープンの時間となりました。こんばんは、パーソナリティの山田博史です。この番組はセルフチャレンジをテーマに、ゲストの方にそれぞれのチャレンジについてお話をしていただき、その情熱や行動をリスナーの皆さんと分かち合うことで、明日へのエネルギーをチャージする30分です。本日はフリーランスの中野篤さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。セルフチャレンジの広場は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。それでは中野篤さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、はい、こんばんは、中野篤です、ね、よろしく、はい、よろしくお願いします。こうやってね、ラジオでお話しするのもなんか不思議な気はしますけれどもね。はい、はい、中野さんはね、あのフリーランスで、うん、あの僕がある意味、目指している一人ではあるんですけれどもね、リスナーの皆さん、初めての方もいらっしゃると思うので、自己紹介の方お願いしてよろしいですか。はい、中野篤です。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。現在62歳でフリーランスをやっております。山田さんと同じキャリアコンサルタントでね、実は、キャリアコンサルタントの養成講座で同じクラスになりまして、あれから7年、ご一緒させていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はセルフチャレンジっていうことで、まあ、皆さんのいろんなチャレンジを紹介をしているんですけどもね、まあ、中野さんにとってのチャレンジっていろいろご自身の中であると思うんですけれども、まあ、僕から見たら、やはりその企業さんを早期退職をしてフリーランスになったっていうところ、これがまあものすごく大きなチャレンジだったかなというふうに思うんですが、そのあたりの話をちょっとお話しいただいていいですか。はい。まあ山田さんはチャレンジとおっしゃっていただけてるんですけど、僕自身はあまりチャレンジをした思いはなくて、まあ言ってみれば一択だったかなっていうのが自分の中の思いですね。はい。まあ34年間ね、一社でずっと働いてきまして、まあ働きながらもなんかこう、自由でありたいなとか、自分らしさを出したいなみたいなことをずっと思ってたんですけど、やっぱり企業人として、まあ自分のとらわれもあって、なかなか自分らしさっていうのは、ね、100% 発揮できるものではないですし、会社の顔色を伺ったりとか、まあいろんなことを、しながらですね、例えばなんか業務指示があった時に、その業務指示誰が言ってんのって言っても、誰が言ってんねやろ、とにかくやれや、みたいなね。そんな顔の見えない人の指示をやってることのジレンマみたいなのをずっとこう感じながらやってきました。で、まあ、たまたまね、早期退職という制度が発令されましたんで、まあ、乗っかっちゃったっていう、まあ、本当に、先ほど言いましたように、チャレンジでも一択っていう感じで、乗りましたということでございます。会社の方から、はい、そういった投げかけがあったっていうのは、結構突然やったんですか。いやいや、まあ、ちょっと2年連続赤字だったっていうのもありましたし、うんうんうん、そろそろ出るんじゃないのみたいな、社内の噂みたいなのはあって、うんうん、出た時には、おお、やっぱり出たか、みたいな、そんな感じかな。うん、最初に出て、中野さんご覧になった時って、うん、もうすぐそこ応募しようみたいに思ってたんですか。いや、ところがですね、その前の年が選択定年っていう、55歳、うちの前の会社は50歳、55歳、選択定年制度っていうのがありまして、実はその時に、辞めようと思って奥さんに相談したんですけど、見事にダメだということで、蹴られたんで、もうそこで僕はもう本当に60まで骨を埋めようと、こう、決意したのがあったので、その希望退職が出た時も、特にその心は動かず、
60までいるんだっていう、はい、うん、そんな気持ちで最初は望んでいました。だからまさか自分が辞めるとはその時は発令された時は思ってなかった。それ中野さん、その発令されてから、うん、申し込み期限ってどのぐらいの期間あったんですか？忘れもしない11月1日が会社の創立記念日だったんですけど、なんとその日に、はいはい、その日に発令されて、締め切りがですね、11月14日だったと思います。はい、2週間。はい、うん。じゃあ、中野さんは2週間の中で気持ちが変わったってことです。うんうん、そうですね。うん、まあ、上から下まで180度変わりましたね。うん、うん。その一番大きく変わったっていう、なんでしょう、理由は何だったんですかね。まあ、ご多分に漏れずですね、早期退職金、そしてそれから、片や会社に残った時にもらえる、いわゆる定年までの給料と、うん、定年後の再雇用の5年間の給料、うん、これをエクセルでダーッと計算して、うん、どっちが得ないやろ、みたいなことをやってました。とりあえずは。で、うん、結果どっちでもあまり変わらんな、みたいな、のは一応、自分なりにこう納得するた、させるために、そういう計算をしてました。うん、ただ、ずっと辞める気はなくてですね、うん、辞めよう思ったのが、実は11月12日の夜なんですね。2日前ですか？ 2 日前の夜。うん、なんか、いや、もうこのチャンス逃したらないで、みたいなのが、ふとこう降りてきて、うんうん、で、まあ、その計算もしてたし、あまり変わらんなっていうのがあったので、うんうん、だったらもうなんか残るのも地獄だし、出ていくのも、もしかしたら地獄かもわからんけど、出ていこうかなって思って、うんうん、で、翌日の13日に辞令を、送った。辞令、じゃあ辞表を送ったと。じゃあ前日ですね。前日、1日前。1日前。これ1日自分の手元に持っといて、もし急病になって14日出社できなかったら終わりやな、みたいなのあったんで。思い立ったら送っとこうみたいなね。最初の時ね、前年のが奥さん反対されたってことですけど、うんうんうん、今回その時どうだったんですか、奥さんの反応っていうのは。もうそれは全然止めなかったですね、不思議と。ああ、もうそこまで、そこまで言うんだったらやめたらみたいなんで。それはやっぱり一緒にこう計算した結果とか奥さんにも共有されたりしてたんですか？特にそれはね、言ってなくて。そうなんですね。うん、言ったのは本当に会社危ないでと。このままのことは地獄見るかもわからないでっていうのは前提で言いました。じゃあもうその時点では中野さんが2日前に出された時にはもう奥さんの方も、うん、まあ、したらいいんじゃないっていう。うんうん。すんなりとね。すんなりと。まあ、そこは最後の取り出だなと思ってたんだけど、意外と、そうなのみたいな感じでしたね。そうですか。まあ、実は僕も早期退職をしたんですけどね、中野さん、34年ですか、お勤めになられた期間って。34年。34年をね、勤めた会社を、まあ、辞めたわけじゃないですか。うんうんうん。その時ってどうだったですか？ご自身の、まあ、気持ちもそうだし、うん、まあ、周りの反応みたいなのもあるし、まあ、想定してたことと想定してなかったことみたいなこといろいろあったと思うんですが、振り返って どうです？それは辞めてすぐのこと。辞めて、そうそう、辞めた後の、うん、辞めた後。ご自身の気持ちだったか、周囲の反応とか。意外と誰も反応してくれなかったですね。まあ、同時に132人辞めてましたんで。ああ、そうですか。うん、はい、誰も、会社の人間は辞めた人間、残る人間で。まあ、辞めた側は辞めました。残った側は残りました。みたいな。お互いになんか、特に何も感情がなかったし。そうですね。まあ、自分自身は本当に解放感でしたね。2月28日が最終出社日だったんですけど、その3月1日の朝の解放感、食べた人生における最大の解放感。はい。何から解放されたんですかね。なんでしょうね。なんか目に見えない鎖みたいなのから。うん、うん、うん。なんか本当に蓋されてたのが蓋が取れたような感覚ですかね。そしたらもうそこは。形容しがたい。うん。まあ解放感を感じながら。うん。で、やっぱりフリーランスで行こうっていうのはもう最初から決められてたってこと？いやいや、決めてない。あ、そうなんですか。もう一応、再就職っていうのも一瞬考えました、うんうん、最初は。
再就職しながらパラレルキャリアで、まあ、キャリアコンサルタントをやっていこうかな、みたいな発想もあったんですけど、うんうんうん、まあ自分その、まあ、とにかく1年間は何もせんとこうと思ってたので、うんうんうん、この1年間を、自分と向き合うことで、うん、まあ、フリーランスっていうのを最終的に、うん、まあ、最終的にというか、まあ、早い時期で決めましたけど、うん。うん。最初は、一回フリーランスになろうと思ったわけではないですね。あ、そうなんですね。選択肢の中にはもちろん、大きくありましたけど、うん。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 これだってなかったですかね。あ、そうですか。うん。じゃあ、フリーランスにもし、なろうって決めたのはいつぐらいだったんですか？それはもう全く記憶にないんだけど、あ、そうなんですね、多分、うん、早いうちに決めたと思います。1ヶ月とかそこらでフリーランスなのっていうのは決めたと思います。まあ、ただ、その確定なので、やっぱ心、人間ですから心揺れますよね。それが 何ヶ月かあったように思いますね。いや、どうだろうな、みたいな。なんかとにかく1年間何もせんとこうと思ったので、はい、の決意も別にしなくてよかったんで、1年間。あなんかその間にこう、徐々に決まっていったような感覚ですかね。でも、言い方変えると、1年間何もしないっていう決断をしたわけですもんね。うんうん。あ、それはね。うん。もうそれはもう辞めるときに決断しました。ああ。失業保険全額満額もうたろうみたいな。はあ。そこは奥さんとはもう1年間じゃあこう、しばらくいろいろやってみるよみたいな話をされたんです。別に言ってなかったと思うんだけど、まあ、失業保険あるから毎月その失業保険の額は手渡しするよっていうのは言ってましたけど、あまりその先のことは喋れなかったですね。まあ、そうやって1年間いろいろ、まあ、僕は中野さんとはね、ずっとつながっていたんで、いつも SNS とかでもね、拝見、活動を拝見したし、積極的に動いてられたし、はい、とにかくもう交流がすごく広くて、いろんな方と知り合いになっていってるから、すごく楽しく見えたんですけど。はい、楽しかったです。楽しかったですか？めちゃめちゃ楽しかった。やっぱどういう楽しさだったんですかね、そこ、長井さん楽しかった。いや、それはなんでしょう、会社にいる時の人とのつながりが全然違うというか、多様な人。まあ、キャリアのね、養成講座でもいろんな多様な方がおられましたけど、もっともっとなんか広い世界があるんだなっていう、その新鮮さみたいな、驚きみたいなのが、生まれたての赤ん坊のように、はい、感じました。またそういう気持ちになれる人って、結構少ないんじゃないかなと思うのは、まあ僕も自分の中にもね、結構後ろ髪引かれるような思いもあったりとか、まだなんか会社で自分のこと必要とされてるんじゃないかなみたいな思いもあったりもして、ちょ、見えみたいなこと。全くなかったんですか、なるほど。全くないわ。会社好きだったんで、会社に対する思いはめちゃくちゃあったけど、もうね、その、自分をなんか、引き止めるとか、そんなことは一切思ってなかったし、未練もなかったですね。本当に解放感。へぇ、後ろ髪引かれるっていうのはどういう感覚ですか？後ろ髪引かれるっていうのはね、なんていうんですか、僕個人で言うと、なんだろう、もっと自分のこう、足跡みたいなものが残ってるんじゃないかなみたいな、残っててほしいなみたいな思いかな。また戻りたいとかっていうよりは。はいはいはい。はい。なるほど。で、それって実際にないじゃないですか。うんうん。もう跡がたまなく自分の存在って消えるじゃないですか。僕はその場所。はい。はい。そのショックは結構あったりしてますけど、じゃあ中野さん全然なかったですか？あ、全くなかったですね。いつでも存在している。まあ、だから倒産とかして、金がなくなったら本当に寂しいなと思うけど、そこにある限りはいつでも繋がれる。外部からでも繋がろうもたら繋がれるしっていう気持ちはあったので、うん、そんな感覚かな。そうお聞きすると、やっぱり中野さんにとっての人間関係って、あんまりこう、仕事のつながりで強いつながりがあったっていうことではなかったってことですかね、会社にいるときは。どういう意味？そうそう、あんまりね、会社のシステム部見ましたけど、長いこと。システム部の人間よりも、他の部門の人間とのつながりの方が深かったというか、多かったですね。うんうん、ずっと偽物って言われてました。偽物ってどういうことですか？
システムで偽物、あんたはシステムの人間じゃないみたいな、ね。ああ、そうなんですね。うんまあ、そういう時から、割と、中野さん、ここ、社内でもね、僕の印象ですけど、うん、若い方とかもすごい交流してたような。してました、しました。うん、ねえ、うん。そのあたりっていうのはどうなんですか、どういうスタンスなんですか、若い人と接する時の中野さんのスタンスって。だって若い人の方が楽しいじゃないですか、普通に。元気あるし、前向きだし、未来あるし。おっさんと喋ってもなんか、ね、愚痴ばっかりだし、後ろ向きだし、会社の愚痴多いし、みたいなね。楽しくなかったっていうのが、楽しいか楽しくないかっていうと選択だったのかもわかんないですね。じゃあ若い人と話しするときもね、うん、何かを指導するとか、まあ、よく説教したりっていうことではなく、うん、どんな話してる感じだったんですか？もう同じレベル目線ですね。友達の感覚。だから僕、部下とよく自分の部門の部下たちと、ブルーベリー狩りに行ったりとか、ちょっと目をしたりとか。だから全員20代で僕だけ50代みたいなね。そんな多かったです。やっぱそういうスタンスが、まあ、フリーランスになられて、まあすごい交流をね、自分で広げていくっていうところで言うと、本当中野さんはどん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 広がっていってたっていうところはあるんですが、うん、そのあたりご自身でも、こう、どうなんですかね。抵抗なかったというか、どんどん人とつながりを作っていくってことについては。そうですね。だから僕、昔サラリーマンやってるときは、異業種交流会とか、よく、はい、たまに行ってたんですけど、めちゃくちゃ嫌だったんです。あ、嫌だったんです。というのは、会社とか肩書きとかでこう人見てるなっていうのがすごく伝わってきたので、で、そういうなんか、社交の場に出るのは誰の苦手だったんですけど、フリーランスになってからは、そういうの逆に、問われなくなりますよね。肩書きとか、どこの会社に所属してるとか、フラットに見てくれるっていう、その感覚がとても自分に馴染んでたというか、全く違和感がなかったですね。僕から見てるとすごい楽しそうに見えるし、まあ実際楽しいと思うんですけどね。うん、中野さんがこう思うフリーランスの魅力って何でしょう？まあもちろん楽しいことばっかりではないとは思うんですけれども。まあ本当にあるがままにいられるっていうのが一番僕にとってはフリーランスのいいとこだと思ってます。だから嫌な仕事はやらなくていいし、できない仕事はね、できるって言わなくていいし。やりたいことやれる。これが一番最高かなっていう。思います。じゃあその解放された時の今まで縛られていたいろんなしがらみとか、よく言うそのねばならない世界っていうのがフリーランスでは、中野さんのフリーランス活動の中であんまりないっていう感じですか？全くないですね。ただ全くないですか？ただそれがちょっと気持ち悪いなっていうのはあるので、まあ自ら縛るっていうことはたまにありますけどね。そういう役割に身を置いてみるとかね。そういうのは。ストレスは大事なんで、ノンストレスで生きていけないってよく言うじゃないですか。はい。だから本当にストレスフリーになったら、今度逆になんか、逆に縛ってよみたいなね。なんかそういう要望が出てきて、ちょっとそういう役割をやってみたりとかっていうのは逆にありますね。ああ、そうなんですね。適度なストレスがやっぱり大事なんですよね、人間っていうのは。ある程度自分を律していくみたいな、自立の、律の方の、律する律みたいなところ、イメージですかね。そうです、そうです。まあ、そんな感じでですね、本当に楽しいフリーランス生活を、送られてる中野さんなんですが、後半はですね、まあ、その中野さんが、今後のね、フリーランス生活で、まあ、どんな目標を持たれてるとか、どんな夢があるよ、みたいな話をですね、お聞きしていきたいな、というふうに思います。はい、後半ということでですね、中野さんのこれからの目標というか夢あればですね、ぜひ教えていただきたいんですけど。はい、
それは大層な夢というか、うん、なんか目標って嫌いなんですよね、僕なんか。具体的な目標を作るというのは、あまり苦手で、作っちゃうとなんか肩に力が入るというか、あって。ただ、本当に漠然とはしてるんですけど、まあ自分の、なんか個人事業主の理念でも言ってるんですが、まあ、優しい社会を作りたいなっていうことで、まあ自分でもそのやさしい活動、やさ活を言って、ハッシュタグつけて活動してみたりとか、保護猫の活動とか、保護士、まあ保護ばっかりしてるんですけど、保護士との活動とかっていうところを、自分の中でやっていきながら、こう社会を、優しい、感覚で包んでいきたいなっていうのが僕の夢です。やさ活ですか。はい。その保護猫の活動っていうのは、うん、ボランティア活動みたいな形になるわけですか、ね。あ、はいはい、もちろんボランティア活動です。はい。そうすると、まあフリーランスっていう形で生計を立てる部分と、まあ、保護猫の活動っていうところと、うん、まあ両方セットでっていう形で進めていってる感じですかね。セットで。まあ、それで別に。両方合わせ、うん、両方合わせて、まあ、ご自身の、その、活動としてはされてるみたいな、と思うんですかね。うん。うん、まあ、自分の中では、本当に、その、保護動物という、考え方というか、思いっていうのは、まあ、実は最優先なんですね。うんうんうん、だから生活するためには、それでは、まあ、飯は食っていけない。ので、うんうんうん、あとかといって別にいやいや仕事してるわけじゃないんですけど、自分でやりたいことの中の一つの選択肢として、うんうんうん、お金がついてくるもの、ついてこないものみたいな切り分けになるのかもしれないですね。お金がついてくるものとついてこないものっていう切り分けですか、うんうん、まあ、別に意図して切り分けてるんじゃないですけど、はいはいはい、まあ、例えば僕が保護猫活動に 100% 力を注ぐたら、まあ、収入ゼロになっちゃうので、それ生きていけないので、ただ僕はなんかその、どんな好きなことの一つっていうのはなかなか息苦しいところがあって、やっぱり、なんていろんな自分を実現したいなっていうのが、表現したいなっていうのがあって、そういう意味では複数やることにすごく意味を持っていて、その複数やるものの中の、お金を生まないっていうのが、まあ、勝手についてくるというか、たまたま選んだものがお金になるしならないっていうことなのかなと思って、はい。まあ、そういう意味では全力で 100% やりたいっていうのは、まだありますけどね。はいはいはい。うん、まあ、それは生活とのバランスを立てながら、でもそのバランスが、やはりフリーランスっていう働き方だと取りやすいっていう面もあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりどうですかね、はい。そうですね。フリーランスでないとなかなか取れないのかなと思います。うんうんうん、結構不規則だったりしますもんね、そういった活動っていうのは。まあ、そうですね。保護したい子がいるから、助けに行ってきてとか、里親さんに、ハーブから手伝って、車出してくれとかね、そういうのもありますけどね。うんうんうん、まず、じゃあ、その世の中的には、そういった形でのね、まあ、やさ活をされてるっていうところと、うん、お仕事のところでね、何かこう、うん、こういうことを実現したいみたいなことってあるんですか、長野さん。いや、仕事でも何でも、とにかく優しい、社会にしたい。で、優しい社会にするには、やっぱり、幸せであるっていうことが、幸せの人を作るってことが前提かなと思うので、なんか今よりプラスで、ちょっと幸せになってもらいたいなっていうことを仕事にしていけたらなっていうのは、まあ仕事っていうか、お金が発生する、発生しない関わらず活動をしていきたいなっていうのはあります。僕、中野さんのフリーランスは説明してたんですけど、ご自身がどんな形のお仕事をされてるかっていうのは言ってなかったんで、まあ、せっかくなんで、その、中野さん自身が今、こう、されてる、ご自身の宣伝も兼ねて、こんなことやってるっていうところ。キャリアカウンセリングをやっております。ぜひ、101で、働き方、生き方、ね、うんうん、人間関係など悩みがあれば、ぜひご相談してください。うんうん、がまあ僕の本業でございます。まあそれに付随して、うん、再就労支援のセミナーとか、うんうんうん、セミナー関係の講師、なんかをやっていたりとか、うんうん、そうですね。あとカウンセリングに関しても、そのコーチ、メンターとかいろんな呼び名があるんですけど、その辺も関係なくていろんなものをやっています。うんうん、はい。で、あと他にはモデル、シニアモデル、モデル事務所に登録してシニアモデルをやっています。
まあ、何かボーダルで出演されたのはあるんですか、出演はい。パナソニックさんのライフスタイルフィットブックっていうのに載っております。はい、よかったです。ウェブですよ。ウェブのサイトで。あ、そうなんですね。うん、あと、ナッシュっていう、お弁当屋さんの、はい、ホームページのトップページにチラッと映ってます。そういった情報も含めて、今、先ほどご紹介いただいたキャリアカウンセリングっていうところも、うんうん、どういうふうな形で中野さんと接触させてもらうことができるんですかね。ホームページに、はい。ご覧いただければそこにキャリアカウンセリングの、うん、予定は載っておりますので、はい。お申し込みもそちらからできますので、ぜひご活用ください。中野厚志って入れたら出てくる感じですかね。検索ですか？検索です。これはラジオやから、URL は載せれないか。そうですね。ね、はい。中野厚志で多分出てくると思います。はい。キャリアコンサルタント中野厚志で出てくると思います。うんうん、ぜひ検索してください。相談内容はどんな相談でもいいんですか？いや、まあ、プライベートな、もう、ドプライベートなことはなかなか乗れないですけど、はい、やっぱ働くことを通じた生き方、はい、人間関係、いう感じですかね。やっぱ働くっていうのがキーワードだと思います。うんうん、はい。働き方含めて。中野さん自身が、そのカウンセリングをするにあたってね、ご自身で、はい、まあ、決めてることというか、はい、もうモットーにしてるみたいなことってあるんですか？うん、まあいろいろありますけど、まあ基本的にはフラットな立場でいるっていうことですかね。うんうん、で、やっぱり何でしょう。その方の本質の部分をやっぱり指摘していきたい。うんうんうん、気づいてほしいっていうかね。その、何でしょう。人間っていろんな囚われとか、思い込みとか、そういうのがあって、それがすごく行動の障壁になっているケースが非常に多いんですよね。うんうんうん、そういったことをなんか気づいてもらって取り除いていただけるような、行動支援っていうのを心がけています。ありがとうございます。ね、ラジオなんで、ちょっとお顔を見せ、うん、お見せできないのは残念ですが、もうすごい、イケオジですよね。ですよねって言ってもあれですか。よく言われます。はい。すごく、まあ、今みたいにね、優しい、人当たりで、丁寧に聞いてくれると思いますんでね、リスナーの皆さんで、ちょっと話聞いてみようかなっていう。方お気軽にでいいですよね、うん、全然お気軽に、あ、もう全然お気軽、はい、お気軽に、はい、ホームページの方から入っていただければなというふうに思います。はい、はい、じゃあもう中野さんもですね、まあしばらくね、とはいえいろいろこれからも一緒に仕事させていただくことあると思いますが、はい、今後もまた一緒に頑張っていきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、機会があればぜひこちらの方の番組を遊びに来ていただければなと思います。わかりました。はい、中野さんも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献。夢の種。はい、本日はですね、フリーランスの中野さんを、お迎えしましたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。僕も常に刺激をもらっているんですが、とにかく明るい人なんで、今日もまた頑張ろうっていうようなエネルギーを、もらうことができました。セルフチャレンジの広場ではリスナーの皆様のお声をお待ちしています。夢の種ホームページのコメント欄にメッセージをいただけると励みになりますので、よろしければお願いいたします。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。